はい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 。いつもこの YouTube でたくさんのコメント、いつも100件以上のコメントをいただきますけども、今巨人ファンの方はですね、ジャイアンツに対してどういう風に思っているのか、または僕に対してどういう風な感情意見を持っているのかというところを今日はね、コメント返しという形でね、皆さんにお届けしたいなという風に思っております。てな感じで始まりました小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、まあ、今日はですね、皆さんのコメントに対して僕が返答していくというね、コメント返しというところをやっていきたいなというふうに思ってます。僕ね、実はね、この企画大好きでしてね、まあ、毎日でもやりたいなとは思ってるんですが、まあ、なかなかね、できてないっていうのがあるんで、まあ、定期的にね、こういった形で、ファンの方というかね、視聴者の方がコメントをされて、まして、そのコメントに対して僕が返信をしていくという動画をね、絶対撮っていきたいなというふうに思ってますんで、今日はそのような形でね、8問ぐらい、8問ぐらいの質問に対してちょっとね、僕のなりの意見というか、コメントをね、返していきたいなというふうに思っております。はい、本題に入る前にですね、ちょっと皆さんにお願いがありまして、今年中にですね、チャンネル登録者数5万人500人違うよ5万人をね、今目指しておりまして、いった暁にはね、ジャイアンツの選手をここのチャンネルに読んで、対談したいみたいなね、夢が僕はありますんで、ぜひまだの方いらっしゃいましたらね、チャンネル登録ポチッとよろしくお願いします。はい、じゃあですね、早速ね、コメント返しをしていきたいなというふうに思っております。はい、たくさんコメントあったんですけども、まあちょっと僕が、厳選というかね、選ばせていただきまして、答えさせていただいておりますと。はい、じゃあまず1問目いきましょうか。まあこれは多分昨日のね、プレーに対する意見だと思います。はい、岸田さんのプレーは前世紀の古田さんみたいでしたね、あれはすごかったというところですね。まず1問目ね。はい、まあ、僕もね、動画内ですごく褒めました。すごくナイスプレーだったし、阿部監督もね、あれはナイスプレーだったよと。まあ、キャッチャーやってる人だったらね、あれはすごいプレーっていうのはわかるんですが、まあ、前世紀の古田さんみたいでしたねというところで、まあ、僕は前世紀の古田さんをめちゃくちゃ見てるわけではないんですけども、まあ、もう確実に日本一のキャッチャーだったので、古田さんはね。っていうところで、まあ、そのキャッチングにしても、ブロッキングにしても、まあ、バッティングにしても、何をとっても、まあ、歴代最高のキャッチャーだと僕は思いますし、まあ、これね、実はね、岸田選手のお父さんが、古田さんと同じ高校なんですよ。で、古田さんの先輩に当たるんですね。古田さんが1年生で入ってきた時の3年生で同じポジションだったんですね。キャッチャーのポジションだったんですね。で、岸田選手のお父さんは、古田選手にキャッチャーの座を奪われてしまったと思うんです。確か、聞いた話ではね。だったんですけども、まあそういった関係で、まあ古田さんと岸田選手は交流があるというか、まあ僕も自主トレ手伝っている時に、まあお食事にね、古田さんと岸田選手と僕で、行かせていただいたことも2回ほどありますし、そういったところで、まあいろいろね、技術面であったりとか、配球論に関してもね、すごくこう、普段からね、まあ食事の時もそうですし、普段のね、LINE とのやり取りでもね、岸田選手は聞いたりとかしてるんで、そういった意味で、まあいろいろね、古田さんの知識というか、技術なんかも岸田選手は取り入れてると思いますし、そういったことによって、こういうプレーもできてるんじゃないかなって僕思います。はい、じゃあ次行きましょうか。2問目行きたいと思います。はい、今日現地です。吉川死球の後、岡本ホームランも大きかったっていうところなんですけども、ね、このチャンネルね、現地の観戦行ってる方めちゃくちゃ多いんですね。本当に、まあ、このコメントの方だけではなくて、本当に今日現地行ってました、現地行ってましたっていう人がね、本当にめちゃくちゃ多くて、まあそういった熱狂的なファンの方に、このチャンネルを見ていただいてるっていうのはすごくありがたいと僕思ってます。で、まあ昨日の試合だと思うんですけども、
まあやはり吉川選手の四球、これ2アウトだと思うんですね。でやはり2アウトから、まあ先頭バッターもそうですけども、2アウトからのフォアボールであったりとかデッドボールもそうですし、エラーもそうですし、そういったのもね、結構こう点に繋がってたりっていうのはありますから、あの岡本選手ね、ホームランも昨日僕配球チャートでね解説しましたけども、まあ打ったのもカットボールだったと思うんですが、やはり同じところら辺にね、アウトコースの甘めのところら辺にこう球種が偏ってしまうと、まあバッターもね、打ちやすくなっているというところで、やはり今の吉川選手の活躍ですよね、そういったところによって、まあ、あの岡本選手のね、打撃も上がってくる可能性っていうのがあるんじゃないかなって僕は思ってます。はい、次いきます。3問目いきたいと思います。はい、こちらになります。久しぶりに生配信してほしいですというところで、まあこれはちょっと試合に関係ない質問ではあるんですが、僕ですね、まあ知らない方いらっしゃるかもしれないんで、もう一回、改めてお伝えしますと、今アメリカのサンフランシスコというところにいまして、日本と時差がね16時間ぐらいあるんですね。で、まあ大体、ジャイアンツの試合、まあ夜やりますよね。6時から始まりますよね。18時から日本時間のね。で、僕いつも日本時間で言うと20時、うん、だから8時ですよね。8時ぐらいに起きてるんですね。こっちの時間で言うと朝4時ぐらいにいつもアラームかけて起きてるんですね。で、まあ試合解説をね、もっと早く出したいと、アップロードしたいと思ってるんですけども、やはりそこからね、やり始めると大体11時ぐらい、日本時間で言うと23時ぐらいにアップするのが、まあ大体限界というか、うん、ギリギリになってるんですね。で、そういったところで、まあ時差の問題もあるんで、生配信っていうのがちょっとね、やりにくいというかね、シーズンオフとかだったら、ちょっとできるかなっていうところはあるんですけども、まあ現状今年、2024年中はですね、アメリカにいるというところなんで、うん、まあ帰ってきてからやったりとかですね、まあシーズンオフであれば、少しねその生配信というか、YouTube のライブ配信みたいなこともできるのかなというふうに思うんで、まあぜひね、やるときはですねしっかりアナウンスしてやるんで、ぜひね見てもらえればなというふうに思ってます。はい、じゃあ次4問目言いたいと思います。4問目、はい、オコエは途中から行った方が打てるって阿部監督が言ってたのは笑えた、笑、もう今後も代打専用機で、いいと思う。はい。これ面白かったですね。ちょっと少しジョークの部分もありますけども、やはり昨日、秋広選手が、まあ僕、秋広選手動画でも言及しましたけども、まああまり良くなくて、まあ何の魅力もないとかいうふうに言われてましたけども、まあそこでね、交代して、そこから、オコエ選手が出て、2安打ですよね。っていうところで、まあやはり、まあなんか、ちょいちょいね、先発で出たりとかしますけども、あまり良くなかったりとか、しましたが、やはりね、まあ選手によってもタイプがありますし、代打で打ててるから、じゃあ先発して、打てるかって言われたら、またそれは別ですし、その逆もしっかりなんでね、うん、そういったところで、まあその選手にはね、役割、特徴っていうのがありますから、まあオコエ選手ね、その先発で出場した時も、それは活躍してくれるっていうのが理想ですけども、まあね、この後ろにね、しっかりこういう選手が控えてるっていうところも、今のジャイアンツの強さの源なんじゃないかなとも僕思ってます。はい、次、5問目いきたいと思います。はい、こちらになります。期待以上の投球を見せつけた赤星の投手は素晴らしかった。コントロール、球質、キレが抜群でしたね。横川健信のおかげで、ケラー体制も温存できたことも収穫というところです。はい、非常にもう赤星としてね、めちゃくちゃ良かったです。はっきり言って、昨日のピッチングだけ見ると、本当にゼロ勝7敗のピッチャーなんかなっていう、勝ててないピッチャーなんかなっていうふうに思います。まあ、記事なんかでも見たんですけども、阿部監督がね、親心というか、赤星に一勝させてあげたいっていうふうに、まあ、杉内さんとか、内海さんに言ってたみたいな、記事も見ました。で、やはりそれぐらい、思わせるぐらいね、能力があるというふうな、ことだと思いますし、しっかり取り組みもね、やってるからこそそういう周りがね、そういうふうに思うんだと思うんです。で、まあ横川健司のおかげでっていうふうに書いてましたけども、まあこの二人もね、よく頑張ってくれてますと。で、広島戦、に、まあオープナーというか、リリーフでね、繋いでやっていくっていう説もあったりとか、うん、逆にこんだけ投げてるんで、西田投手がね、今2軍で良かったりするんで、そこにね、広島戦に当てはめてくる、先発を当てはめてくるっていう説もあったりするんで、そこはどうなっていくかわからないですが、
まあでもね、ただ与えられた場所でね、この二人しっかりね、やれてるっていうのは非常に素晴らしいことだと思いますし、まあ先発にね、戻るというか、その広島戦先発するのかなとかも思ってますけども、そこは、まあ、まだわからないですが、まあ西大投手もね、それに続いてほしいなというふうに思ってます。はい、次いきます。何問目や ?3、4、5、6問目か。6問目いきます。直樹は走攻守で本物の3番バッターになってきた感じがします。チームをプレーで引っ張っている印象が強いですというところですね。はい、もともと直樹さんはですね、めちゃくちゃ能力高いんですね。はっきり言って、プロの選手が見る、プロの選手から見てもめちゃくちゃ能力高いんですね。はい、そんなことは分かってるよっていうふうに、言ってるかもしれないですけども、本当に能力高くてですね。まあ、ただ、まあ、怪我がね、少し、あったりとかありまして、なかなかこう、本来のね、自分のマックスっていうのを出せなかったというかね、まあ、怪我もあったりとか、ちょっとやっぱ怪我の怖さから、ちょっとこう、なんてセーブじゃないけども、しながらのプレーが、ずっと、初めの方はやってましたんで、それがね、別にこの怪我の不安がゼロになったっていうわけではないと思うんですけども、では今年、去年もそうですけども、の試合をね、たくさん出てたっていうところで、まあ、慣れてきたっていうのもありますし、自分との体のね、見つめ合い方というかね、っていうところもしっかりできてるんじゃないかなというふうに思いますし、僕が前ちょっと見た記事なんかでは、直樹さんね、いつも、お風呂をね、1時間ぐらい入ってるっていう風なね、記事も見ました。というのも、やはり疲労を取るためには、血液をね、こう循環させるってことがめちゃくちゃ重要ですから、家に帰ってですね、直樹さんの自宅で、まあ、抗体浴というかね、あったかい、お風呂入って、で、冷たいお風呂入って、みたいなことを繰り返していると、血流がね、すごく循環して、疲労が取れやすいっていうのがあったりするんですけども、まあ、それに加えてストレッチもね、しっかり30分とか、ああいうふうに本当に毎日欠かさずやってるっていうふうにね、記事で書いてましたんで、で、まあ、直樹さんね、普段、まあ、知らない方はいらっしゃるかもしれないですけども、すごくね、寡黙というか、まあ、あまり多くを語らないというかね、メディアがあまり得意じゃなかったりとかしますけども、そういったところをね、まあ、なんていうの、愚直にというか、うん、絶対もう怪我しないんだぞという強い気持ちというかね、皆さんも、プレー見てもらったらですね、一塁にヘッドスライディングしたりとか、この間もありましたけども、そういったね、その、内なる闘志みたいなところっていうのは、本当にね、直樹さんっていうのは、秘めてますからね、絶対怪我しないぞと、もう絶対怪我はしないし、やっぱ副キャプテンとしてチームを引っ張っていくぞっていう気持ちがね、すごく本当に見えてるなっていう風なところは今年特に感じますんで、そういったところで、その実力もありながら、その気持ちの強さというかな、そういったところもすごくね、テレビで見れて、感じるんで、まあ、本当にね、中心選手というか、本当に素晴らしい選手、だなというふうにね、僕、誰が言ってんねんって話ですけども、本当にそう思います。はい、次いきます。7問目いきます。はい、現地観戦でした。試合はとても素晴らしい内容でした。ただ、現地にいた人ならわかりますが、ビジョンに映っていたお子さんが、秋広選手ホームラン打ってくださいと言っていましたが、秋広と、交代させられてて、気まずかったです。わらわら。というところで、やっぱりね、まあ、この小さいお子さんがですね、秋広選手ホームラン打ってくださいというふうに言うぐらい、まあ、小さい子にも、まあ、その、秋広選手の存在っていうのは、目に届いていると思うんですね。で、そのところで、やっぱりこう、まあ、気まずかったっていうふうなことをおっしゃってますけども、やはりね、阿部監督とかもね、めちゃくちゃ期待してると思うんですね。僕もそうですけども、やっぱりあの、大きい体で、技術もあって、で、フリーバッティングとか見ててもものすごいと、本当に、プロの選手が見てもすごいというようなね、打球を飛ばしてますから、だったらその大きい力を最大限使っていこうよっていうところは本当にあると思うんですね。うん。っていうところで、まあね、彼自身も、ね、やりたくてもそれがもう癖づいてるというかね、ちょっとこう、上手いバッティングというか、ちょっとこう、例えば 100% で振るっていうところを、まあ、例えば 60% とか 70% でちょっとコンタクトするみたいな、結果を求めてしまうみたいなところって、本人もなんかこう無意識レベルでやってしまってることなのかもしれないけども、でももうあれだけね、阿部監督がメディアで言ってるわけですから、もうこれはね、もう割り切って、もう本当のそっちの方向でやるしかないと思うんで、多分ね、阿部監督だったら、多分そういう風に、満振りというか、しっかり振ってくれたら、多分結果出てなくても、多分使ってくれると思うんですね。うん。まあ、この今の状況ではちょっとわからないですけども、来季以降ね、多分秋広がこう、モデルチェンジしてったら、じゃあお前がそうやってやるんだったら、俺も我慢してやるよっていう感じで、多分使ってくれると思うんで、
そういう、なんていうの、使ってくれるというか、そういう時期にしっかり結果を出したりとか、自分の感覚を掴んでいくというかね、そういったこと大事だと思いますし、それがね、例えばあと2、3年後、4年後になってくるら、来たら、もう秋色、いらんなとか、どうなのみたいな、ってなってくるんでね。だから期待されてる間に、期待 してもらえる、その活躍というか、その方向性をね、見出していくっていうのはすごく大事だと思うんで、秋色選手はね、本当ポテンシャル高いと思いますから、頑張ってもらいたいなというふうに思ってます。はい、で、最後いきます。最後8問目いきたいと思います。はい、こちら。今日、萩尾が上がってくる、来ているからもわかる通り、安倍は明らかに今後を背負う若手にこの優勝争いの厳しい経験を積ませようとしている。その中で小手先のバッティングしかできない秋色は見ていて本当にやるせない。浅野や中山のように思い切った勝負をしていかなければ、来年も同じ成績になってしまう。はい。まあ、この方、ね、すごく厳しい意見っていうふうに思うかもしれないですけども、僕もね、正直そういうふうに思ってますと。で、はっきり言って、まあ、浅野選手もそうですし、中山選手もそうですし、若手の選手そうですけども、やはりね、失敗はね、多分ね、そんなね、まあ、ファンも含めてですけども、あまりそこまで思ってないと思うんですね。仕方ないというか、なんて言うんだろう、許容してるというかね、いうふうに思うんです。で、この秋野選手はどっちかというと、なんかこう、うまくやろうとしてる感じがするというかね、中野選手、浅野選手とか中山選手見てても、まあ、失敗することもありますよ。うまくいくとこ、いくこともありますけども、やはり、どちらにしてもね、思い切ってやってると思うんですね。浅野選手なんかもね、すごいと思いますと。5番、6番打ったりとかしてますけども、本当に、万振りじゃないけども、本当に追い込まれるまでは本当にブンブン振っていってるじゃないですか。中山選手もそうですけどね。で、結局ね、結局というか、しっかり結果も出してるわけじゃないですか、二人ともね。っていうところで、やはり振っていかないとわからないこともあると思いますし、そういったところでね、思い切ってやって失敗したからこそ逆に学べるみたいなところも、大いにあると思いますから、そこはね、本当に、同じようなことの繰り返しになってしまう可能性が非常に高いので、だから思い切ってやって大失敗してもいいから、そういう経験であったりとかっていうのを糧にしてね、今後のジャイアンツの未来というか、そういったところを担ってほしいなっていうふうにね、本当に僕も思いますし、安倍監督も思ってるんじゃないかなというふうに思うので、こういった若手のね、昇格とかっていうのが多いんじゃないかなと思うんで、そういったところで、前も言いましたけども、勝つことと、まあ、投資をすること、その未来に投資をすることって、一見相反することかもしれないですけども、そこをね、うまくやれるからこそ、強くね、長い間強いチームを作れていくと思うので、そこ、短期的なところだけ見てても、長期的なところだけ見てても、僕はあまり良くないの、良くないと思ってるんで、どっちもね、こう、うまいこと、うまい塩梅で、うまいバランスでやっていくからこそ、それこそがプロフェッショナルだと思いますし、素晴らしい監督がね、やることだと思うので、そこはね、安倍監督のね、采配というのを信じてね、雰囲気もね、すごくいいというふうに聞いてますから、頑張ってもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日はね、8問の質問について、お話をしていきましたし、コメント返しをしていきました。本当にね、本当にありがたいことに、僕のこの YouTube チャンネル、まあ、初めて1年半ぐらいですかね、1年半ぐらいで、まあ、こんだけの毎日ね、たくさんの視聴者の方がいらっしゃいまして、本当に毎日、100件以上、間違いなく100件以上のコメントはつくんですけども、本当にね、こういった方々の意見であったりとか、視聴していただいてるからこそ、僕がね、成り立ってる、このチャンネルが成り立ってるっていうのがありますんで、本当にね、これからも皆さんの意見を大切にしていきたいと思いますし、こういうね、企画というか、コメント返しをするっていう企画も絶対定期的にやっていきたい。僕自体が好きなんで、このコメント返しをするのはね、やっていきたいというふうに思いますんで、これからもどうぞ小山翔平ベースボールチャンネルをよろしくお願いします。はい、そんな感じでですね、最後にもう一回になりますけども、チャンネル登録者数5万人目指してますんで、ぜひね、まだの方いらっしゃいましたら、チャンネル登録ポチ、高評価ポチ、よろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。